ねえ、これこいつがあれば匂いで終えるな。あの箱を取り返さなきゃ。それもあるけどな、ギルドは裏切りを許さない。うん、西の山脈は旅支度のないまま通り抜けるのは無理だと思うから、追い詰められそうよ。ああ、とっ捕まえるぜ。闘技場の方は大丈夫でしょうか。気になる。じゃあエステルたちはここで待ってる。え、これはギルドの問題だしな。お嬢ちゃんたちがついてくる理由はまあないわな。ごめんエステル、私は行くわ。あの箱が気になるし、それにあの箱盗んだバカに落とし前つけたいから。私は自分で決めな。行きます。騎士団を妨害しようとしたのなら何か帝国にも関係があるかもしれないから。そっか、ま、闘技場の方は大丈夫だろう。フレンがうまくやるさ。じゃ、準備が整ったら早速追いかけよう。アルトスク、ギルドドマルシェ、それにルインズゲートとブラッドアライアンス、やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ。ユニオンの五大ギルドですよ。これまで四つとは関わりましたけど、あと一つも。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。なあカロル、五大ギルドってあと一つどこなんだ。ああ、それならカジギルド、スミスザソウルだよ。そんなギルドもあったんだな。多分ユーリもスミス・ザ・ソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ。ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてたな。まだまだここから。ねえねえ、グミ一個もらってもいい？あらカロル、無駄遣いは良くないと思うわ。でもあの味、あの歯ごたえが忘れられなくて、今も口の中にふわっと広がって。ずいぶんグミが減った気がしてたのは、お前が時々つまみ食いしてたからか。私が我慢してたのに、あんたそんなことしてたの？違うよ、そんなことしてないって。テリタ、我慢してたって？違う、なんでもない。そんなにパクパク食うもんじゃないわよ。あれ、あんな小さい割に一個の値段が高いんだから。私、あの味と食感ちょっと苦手です。お姫様の口には合わないのかしらね。別にそういうわけじゃないだろう。俺だってそんなにうまいもんだとは思わないな。あのシンプルな味わいが病みつきなんだよ。わかんないかな。グミって子供でも口にしやすいよう甘く柔らかく作られているのよね。それって
僕の味覚がお子様って意味。あら、いいじゃない、子供なんだもの。するなよ。余裕。せーの、行こう。
闘技場で悪党をぶっ飛ばすだけだったはずなんだがな、いろいろごちゃごちゃ出てきやがって。フレンまでいるとは思いませんでした。それにあのザギっていうのも。逃げたラーギーもね、全部が偶然とも思えないわね。さすがに重なりすぎよ。偶然だったら最悪だな。俺らどんだけ運が悪いんだよ。あれもこれもリヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね。状況を見つめ直すのもいいけど、ゆっくりしていると逃げられちゃうわよ、ラーギーに。だな。話はここまで。行くぞ。先を急ぐぞ。先を急ぐぞ。聞いてはいたけど、闘技場ってのも随分な場所にあるのね。デズエル大陸の突端にですものね。この大陸自体不思議な形してるもんな。なんでこんな形状なんでしょうか。ああ、それはデズエル大陸を隅々まで歩くと何かわかると思うよ。さすが地図大好きっ子のカロル先生、俺にゃ真似できねえわ。素敵な趣味ね。それって褒めてないよね。
当たらないわね。ここを進んだんでしょうか。これを抜けて山の向こうに逃げたってこと。でもここはカドスの喉笛って言われてる洞窟で、プテロプスって強い魔物が住んでて危険なとこなんだって。前にナンが言ってた。それを知らなくて進んでいったのかしら。隠れて俺たちをやり過ごすつもりだったらしいな。さて、じっくり話を聞かせてもらわないとな。俺たちを闘技場に立たせてどうするつもりだったんだ。とにかく箱を返しなさい。仕方ないですね。リヴァイアさんの爪。でも邪魔な連中だぜ。ルーインズゲートとリヴァイアさんの爪はつながってたってところか。手伝うふりして研究所のものかすめたって横流ししてたのね。許せない、あいつら。正しいギルドで有名な
ルインズゲートがそんな悪さするなんて。待って、ジュディス、危ないってば。あら、でも追わないと逃がしちゃうわ。さっきも言ったでしょ、危険な魔物が住んでるって。なあ、もうやめとこうぜ。俺様はベリウスに手紙渡す仕事まだなのに、ノードポリカから離れちゃったらまたドンにしんどい仕事回されちまう。私は追いかけるわよ。あんな奴に遺跡から出た大切なブラスティアを好き勝手にさせないわ。あの箱も返してもらう。私も行きます。何言ってんの、あんたは待ってなさい。待ちません。こりゃブレイブベスペリアとしてはついていかざるを得ないぜ。そうだね、エステルの護衛が僕たちの仕事だもんね。みんなで行けばきっとなんとかなるわ。俺様行かなくていい？ああ、ドンのお使い頑張れよ。なんだよ、引き止めてくれよ。